日本のどこかで私よ、まあ、なんでこの歌なんでこの歌を歌ったんだろう。いやー、せつなけいすけです。記憶少女本殿の方に向かうとは言ったが、この感覚もしかして、あ、おらんかったが、アイムは何を見る。何この地震、マグニチュード、マグニチュード、わからない。なんだこの強い力は。自然現象だよ、気をつけろ。何か飛んだ発光体。今の飛び方何、うおーって、もうなんか合戦場か関ヶ原の戦いみたいになったんだもん。なんなん、敵は本能寺にありの方か、もしかして少し収まった。発光体は本殿の方に飛んでいった。そっちに何かありそうだな、行ってみよう。完全に本殿に何かあるパターンのやつ。うわーわー、台風起きてる。地震の次に台風ですよ。やべえ、なんかすごいことになってる。なんだこれは、ほんとなんだこれは。マーキー、アイムくん、大だけ様は、え、アミの声、アミなん。え、これ本体アミなん。アミ、アミなの。うん、見えないけどここにいるよ。アミたちの役に立ちたくてついてきたの。やべえ、アミ、マーキー、アイムくん、聞いて。この世界はここにいる者の記憶、ここにいる霊の感情が具現化するって知ってるよね。ああ、この目の前にあるものは、アミがいた学校、マキーたちのいた病院と同じように、ここにいる者の記憶が具現化したものなの。この竜巻が、この竜巻が？どんな記憶やねん。でも、これはただの、ここにいる者の記憶が具現化したものじゃない。影宮さんの言っていた記憶少女によるものなの。あ、記憶少女、ようやく出てきた。影宮の言っていた、あのあやかし、なのか。なんでそんなことを知ってるんだ。死んだパパに聞いたの、マキたちに無事に帰ってもらうために。そうだったんだ、アミ、ありがとう。ありがとう、アミ。でもこれは病院とかのようにはっきりと建物が具現化していないんだ。具現化してなかったらこんなに台風みたいな感じになるんだ。へえ、ウィキペディアに書いとこうかな。具現化してない時はこんな台風みたいになりますみたいな感じで。記憶少女にはいろんな人の記憶が混在しているの、奪っていた記憶が。だからいろんな記憶がありすぎて、これはちゃんとした形を維持できないみたい。なんかこの絵を見たらさ、その記憶がすごいカオスなもんがいろいろ混ざっとんやなっていう感覚にしかとらわれんような、これは。それとこれは記憶少女の揚力で、周囲にいる肉体を持たない霊体を直接吸収する役割もしているみたいなの。ああ、だから、ああ、だからあんな感じでさ、関ヶ原みたいな感じでおおって突っ込んでいきよったんだ。突っ込んでいくっていうか吸い込まれよったんやな。ダイソンや、ダイソンや。吸引力の変わらないただ一つの掃除機的な感じなんや。え、だったらどうして、雨は大丈夫なの。今はマキの柔らかい体にしがみついてるんだよ、ニヒヒ。いきなり雨っぽいこと言い出すな。てか俺にもしがみつかせろ。もう、アミったら、もういいんじゃないし。もう受け入れ体制整ってるマッキー。多分、アユムくんに何度も抱きしめられてさ、もう体制がつきついてるんやな。男の子に抱きしめられてたんだけど、女の子に抱きしめられたって何でもないよね、みたいな感じなんやな。諦めたんやな。でも、そばにいるんだ。でも、そばにいるんだ。今から、マキとアイムくんに一番伝えたことを言うね。この霊道の出入り口を遮断しているのは、今目の前にある記憶少女の記憶と力で形成された声なの。これな。この台風、そうなん。これを壊さない限り、この霊道から出ることはできない。あー、壊すったってどうやって壊すん。さっき、はじめさんを殺したようにさ、消火器でバンバン殴っても壊れそうにないもんな。そんな、
どうやってこんなものを壊すんだ。そうだよ、物理は効かんぞ多分。記憶少女の力を弱まればこれは壊れるらしいの。記憶少女の力は弱まれば、そしてその方法は直接この中に飛び込んで記憶少女を止める他にないみたい。この中にいんの、台風の名敵で感じない記憶少女。この中に記憶少女がいるのか。うん、記憶少女が中にいないとこれが目で見えることはないみたいなの。ああ、記憶少女のおかげでこの俺が目に見えるわけなんやな。うん、これもウィキペディアに書いとこう。ウィキペディアにちゃんと書いとかんかったらさ、この台風なんですかって言うても、これは台風ではありません、記憶少女が起こした記憶の塊ですみたいな感じでも分からんけんな。この中はどうなっているの、それが一番気になる。悪空間とかそういう話じゃないんだろうな、詳しくは分からない。でもいろんな人の記憶が混じっている変な世界や、純粋なまま維持されている記憶の世界が広がっているんだと思う。思うじゃないよ、ちょっとそんなんで飛び込め言われてもさ、こっちもちょっと気が冷えるんですけど。ちょっとアミ、ちょっとウィキペディアでちょっとネットで調べてみてくれん、この中どうなっていますかみたいな感じで、ヤフー知恵袋とかで調べてくれんな。あ、どんだけコイン出してもいいけどさ、どうする、マキ、やるしかないよな。うん、頑張って頑張って生きて帰って、なんとかして記憶症状を止めて。だからアミ、マッキーに力を貸すね。え、少しの力だから役に立つかわからないけど、アミの本来生きるべきだった力、マッキーが受け取って。あ、デレレレレデレレ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 、なんか逆襲のシャアのラストシーンみたいな感じになってきたんだよこれ。本当に BGM がそんな感じに聞こえてくるんやけど、ビヨンド・ザ・タイムかこれ。むしろ温かい、そんな感じのような気がするみたいな感じや。なんかアムロとシャアの対話みたいな感じになってる。もう話しかける力が消えるわ、さよなら二人とも。ティッティーン、あれこんなに BGM でかかった、俺設定した BGM こんなにでかかった。アミ、アミがくれたチャンスだ、行こう。マキ、うん、わー、やべえ、ガンダムユニコーンのエピソード、なんかエピソード7ラストのエピソード行く感覚やこれ。何があるんだろう今、なんでちょっと映ったんなあ、今なんでちょっと人映ったん、なんかドラゴンボール感があるな、この飛び方ドラゴンボール感あるぞなんかすごいね、感想としてはすごいとしか言いようがないような感じやもんな。だな、しかし一体どれだけ続くんだ、このままずっとここにいるとかはないよな。怖いことは言わないでよ、不安になるでしょ。悪い悪い、へっ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 、マキ、ちゃんと俺に捕まっておけ。うん、うん、ちょっとマキちゃん、そのウインクめっちゃ可愛いな。言われなくてもやる気満々だ。てててれれてれれてて、第5章幸せ、これラスト、もしかして第5章がラストこれ。あ、でてて、頭打った、歌えた、足も痛いし最悪だ。マキ、大丈夫か、ちゃんと俺に捕まってたもんな、いたら返事してくれ。え、マキ、おーい、おらん。え、いろいろな記憶、いろいろな記憶があるって言おったけど、まさか別の記憶に飛ばされっていうか、この記憶前に見た歩夢くんの過去みたいな感じで、これマキがいない、別々の場所に飛ばされたのか、マキを探そう。ジエンドっていう感覚か、ジエンドっていう感覚がめちゃくちゃ強い。なんだ、扉を開ける時の音がおかしいぞマニアックな家なんだ、銃音の音が好きすぎてドアを開ける時の音がこんな感じに設定されとんじゃ。こだわっとる、この家の人こだわっとる。俺頭を打っておかしくなってんのかな。
まあ歩夢くんはさ、前からバカップル的に頭おかしいけどな。もう致命的なほど頭おかしいけどな。お、君は誰だい？おもりしてるね。死んでも君と一緒にいられることが僕の最高の幸せさ。おお、リア充噛みしやがって。未来で歩夢くんが言いそうなことを言いやがって。バイオハザードのゲームボーイ1があったらこんなやつが出てくるんだろうなって思うようなのが出てきた。これゾンビだ。ゲームボーイ版のバイオハザードのゾンビっぽい感じ。気持ちいい、幸せ、気持ちいい、あー最高だ。めっちゃ気持ち悪いやん。なんだこいつ。もう名前を付けるとしたらなんて名前にすればいいんだろう。極楽キモ野郎や、極楽キモ野郎。ねえねえねえ、目引いて、この魚泳いでる。魚だったの。そうだね、プロテインだね。すごい、すごいよ。わ、私幸せ。こんなんで幸せ味わえるってお前贅沢やな。お前簡単に幸せ味わえるんじゃ、こんなすごい気持ち悪いもんがうごめいてるのを見て幸せと思える。すごいなお前。刀を握ってあの侍はいつも私を抱きしめてはくれない。何のドラマやねん。何だろう、フジテレビとかでやりそうなテレビ、なんかドラマみたいな話してん。なんだけさんは何やってるよお前は。動物を踏みつけたり蹴ったり泣きたりして動物の苦しみの姿を見るのが私の一番の幸せ。お願い、もっと苦しんで猫ちゃん。お前何やっとんだお前。俺動物の中で一番猫が好きなんだ。俺の目の前でこんなことするんだったらな、お前のこと殴り、わーい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 、猫ちゃん猫ちゃん。私は何をやってるんだろうか。俺猫めちゃくちゃ好きなのに猫にこういう暴力働いて何をやってるんだろうか。よくわからんようになってきた。血がふざけている。何擬人法を使うか。皿か、皿やなよ。見たら皿がふざけている。デザイン画かな。友達が失禁してる。くさい。美味しそうな目玉焼きがある。永遠の黒い糸で結ばれている。永遠の黒い糸。腐れんってやつが。なんだ貴様は。お前そんな中におったらお前呪われんか。もういけるんかお前。ああ、私の周りにはお友達がいっぱい。見て、こんなに大勢で私を囲っているの。ずっと孤独だった私にとってこれは最高の幸せなの。じゃあ俺が8人目になろう。私は何をやっているんだろうか。もうこの世界に来てから俺頭がイカれっぱなし。いや歩夢くんは前から頭イカれとると思うけどさ、刹那圭介自身。クソやろお前。非リア充に対してリア充行為を見せるんじゃない。もうそういうラブラブカップルは歩夢くんとマキちゃんだけで十分なの。二人きりになって好きな人とキスできなんて幸せ。ずっと幸せが続けばいいのに。でもずっと続かないから幸せなのよね。何お前、キスしながら哲学語り読んだお前。この時間を大切にするわ。チュッチュッ。ああ、この世界に来てちょっとメンタル削ってきよう気がする。あとどんどん言わせてんじゃないたけし。青鬼じゃありませんよこの世界は。詰まってないよ。だとしたら夢が向こうの世界からどんどんと叩いてきてるよ。戦争だよ。向こうの世界と戦争を行おうとしてるよ。気違いや。お、なんだこれ。家族団らんで食事を取れるということが何よりも幸せ。私の料理を囲んでみんなで楽しいお話をするのよ。まともな幸せきた。突然まともな幸せできたよ。まあ俺もこういう世界に生まれてきたかったってレベルで幸せや。仕事から帰り、家族の元気な姿を見て、この椅子につきみんなで楽しく食事ができることは素晴らしいことだ。これはまさに今の私の至福の時だ。おお幸せやん。お母さん、お父さん、お姉ちゃんと一緒にいられることが一番の幸せ。君ちょっと
記憶少女の第一作目でできたミュウちゃんじゃないか。主人公じゃなかったか。俺にはそう見えるんやけど。こうして家族で同じご飯を食べるってとってもいいことだと思うの。孤食をせずみんなで温かいこの輪を築けることは幸せなことだわ。皆さん聞きましたか。家族との食事の時間を大切にしましょうね。これを見て温かい家族を築きましょう。わーい、待って、貴様ら待って、貴様ら待てや、こら待てや、貴様らこの野郎ども、わーいわーい、私も何をやってるんだ。この世界に生きてからというものはなんか狂いっぱなしなんだ。お前ら何をやってるんだ。幼なじみのミュウちゃんと遊んでいる時が私の一番の幸せな時間なの。ミュウちゃん、この後ろか。ミュウちゃん、ミュウちゃん、幼なじみのスクハちゃんかな、ジュンハちゃんかなと一緒に遊ぶのも私の幸せなことなの。幸せってなんだっけ、なんだっけ。いや、これとも一つ前のさ、家族団らんの時は幸せって思うけどさ、それより前の幸せの形がさ、もうカオスすぎて。幸せってなんだっけ、なんだっけって、さんまじゃないけど言うよ、さんまさんじゃないけど言うよ。俺なんだ、何この初代ポケモンで渡るが出てきそうなところ、初代ポケモンに渡る出てきたっけえ、金銀だったっけ。もうとてもいいけど、滝マニアの僕にはこの滝まで命がけできて到着した。ここで一人突っ立っているのが一番の幸せなのさ。変わり者、めっちゃ変わり者、しかもここドアみたいに開いてる、入れた。一番の変わり者っぽいのがいるね、ここ。何か落ちている。拾わかったら先に進めんでしょ。不思議な形をした鍵だった。不思議な形をした鍵、なんだ。うっ、私の願う幸せはあの子に幸せに生きてもらうこと。あ、第5章幸せ終了。アミの活躍により新しい記憶の世界へと飛び立ったマキと歩夢くん。二人は離れ離れになったけど、二人の愛の力だったら関係ないよねっていうところを見せてほしいと思います。記憶少女ジエンド、多分クライマックスです。